どうも、トムスです。突然ですが、トムカツシリーズ、こちらのビールを紹介していきます。外観はこんな感じ、スタイリッシュな感じに仕上がったので、自分の中ではかなり気に入っています。ちなみに夜はこんな感じです。正面から1階に入っていくとホテルのロビーがあります。意外とね、植物とかを増やしてしっかり作ったつもりです。その上はしばらく客室が続いています。客室からの眺めは抜群です。上には街を一望できるラウンジや、同じく眺めのいいレストラン、そして最上階は展望抜群の浴場があります。最後まで見てくれてありがとうございます。いいと思った方はチャンネル登録よろしく。